使用発電所付近の河野川三里町は島根県中央部に位置する町である。大地群に属す。河野川が町を貫通し、東部の山々は中国山地に連なる。町域の一部は豪雪地帯に指定されている。三里町の中心地である、春すは中国山地を北流してきた河野川が大きく湾曲し、清流する地点にあって、 河野川周雲の用地として栄えてきた。金星は、天領岩見銀山の支配地で、幕末の慶応2年には、第二次長州聖伐に出陣した瓶も福山藩主、安倍正方が活気を患い、登流したこともあった。浜原は、上流から小舟でやってきた荷物を大舟に積み替える、場所で豚屋が並び栄えていたが、明治時代に入ると、地域の道路が整備され始め、大正時代に、 上流でくまみ、発電所が完成すると周運が途絶え、商業の中心地は、かすぶちへ移った。昭和時代初頭に延伸してきた三重線は、当初、郷の川の湾曲部分をトンネルでショートカットする計画で、かすぶち、浜原を通らない予定であったが、地元の運動により川沿いにルートを移した。川本警察署の管轄となっている。 2009年3月31日に、島根県立大地高等学校が閉校して、以降、町内に存在する教育機関は小学校及び中学校のみである。小学校中学校町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 西日本山陰本線大田市駅。かつて存在した、鉄道路線中心となる駅は、かす口駅であった。 道の駅ゴールデンユートピアをお家郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。